ちゃんを越すほかげになる。母ちゃんにも伝えてくれ。しっかりやってんだって。なんかすんなって。兄者、これでマダラとの決着もついた。後のことは任せたぞ。渦巻きナルト、ただ後の者どもに託すとしよう。ウチハサスケ、お前たちなら。ハチミ、やっぱ B のところへ。で、お前たち全員のチャクラはすでにナルトの中に少しずつ入る。俺は、まあ、いわばお前たちの寄り合い所みたいなものだ。プラマは寄り合い所の管理。ジジイがそういうなら仕方ねえか。もう苦ではなかろう。出ないところは相変わらずですね、プラマ。ナルトとサスケ、変化はあったか。おじいちゃんには悪いけど答えは変わんねえ。さて残るはするだけだ。結びさえすればして、あとはサスケよ。と簡単じゃねえか。この無限つくよみの中、すべて俺の管理下に置く。なんだと？俺が掲げるもの、それは革命だ。異獣たちを現実に、ただの一別で。自爆転生ナルト、頼む。異獣たちを離してやってくれ。ナルト、お前分かってないようだ。つまりお前は死ぬんだ、ナルト。俺がそうさせねえの。場所を変える。待て、サスケ。私にはどうすることもできないって本当は分かってる。キナノリことも差し違えることもできずにと一緒にいれば、いつか。お前は本当にうざいな。さくらちゃんに現実までかけることはねえだろうが。このままじゃこいつは俺たちを追ってくるだろう。愛情とは難しいものだな。なぜナルトに可能性を見出したのです。あの子は憎しみの塊になってしまったクラマを救い、友となった男だ。人に任せてみるとしよう。サスケもカグヤとは違い、ナルトと同じように。懐かしいな、サスケ。昔こ前と同じだ。好き勝手にはさせねえ。あの時と同じ拳はもう。お前の兄ちゃんが言ったことを、おかげってのは、ほかげになったやつが認められるんじゃなく、みんなに認められたやつがほかげになるんだってよ。ほかげだってお前には渡せねえ。お前と俺では出したく、俺の言うほかげとは何なのか。俺の語るほかげが、貴様がその答えまで俺を見、一族と己を犠牲にした理由。君たちは一人で全ての憎しみを一身に受けながら、人々はようやく理解した。皆に認められたものではなく、モハの里を影から守る忍び、彼こそが本当のほかげだったんだと。全ての憎しみを引き受けていく者こそその名にふさわしい。ただ一つ、兄は失敗した。兄弟の俺を残し、だが俺は一人だ。父も母も兄も一族さえ一人としていない。もう全ての憎しみを一人だけで背負うことができる。この里を俺自身が統括する。闇の中の憎しみはなくならん。憎しみは俺一人に集中させ、そう、俺の言うほかげとは、己の炎を一つで焼き尽くし、そして俺にはそれを制するだけの力がある。革命だ。これで里は闇を抱えることなく。そんなのみんながうんって言うと思ってんのかよ。闇は俺一人となる。真っ白な未来を一から始めていく。お前らが俺のことをどう思うかは関係ないと。切らせねえ。俺は過去を切り捨てる。俺は全部の始めとしてな。そしてそれを亡き兄へと注ぎ。お前はサスケを兄弟だと言った、ナルト。サスケはお前に任せる。だから切らせねえ。仙人様。
私はどうすれば。ただ信じてやるのだ。お前たちはどうする。いたちなき今、やっと一人になったように思えた。俺とサスケは、俺のほかげはつながりを切り、仲直りはできると。無理となって完成する。ナルト、あいつだけは。ゼータ、ナリの友達だから。最も親しい友のままでいるからだ。ナルト、サスケ、忍びの答えを見せてくれ。エントン・フォノイカズチ、初めから一人っきりだったてめえに俺の何が分かるってんだ。つながりがあるからこそ苦しいんだ。それを失うことがどんなもんか、お前なんかに分かってたまるか。後手に回れば死ぬぞ。俺にとってお前は最も親しい友になった。お前は、また一人になろうとしてる。お前はほっとけねえだろ。あれを知ってる者同士だからこそ、わざわざそこに行こうとしてる。お前をほっとけるわけねえだろ。大声でわめくな。俺たちはもう昔ここで戦った時とは違う。お前の思いはわかっている。お前もそうだろう。お前を切らねばならない。ご里は今や。だがそれは暁、まだ、かぐや。だがそれら共通の敵はもういない。またいずれ格差とは対立し始める。父が遺恨を捨てて団結する以外に生き残る道がなかった。今度はお前がその敵ってのになるつもりか。で、お前がいなくなった後はどうなるってんだ。もはや転生不死、方法は何とでもなる。いや、永久に一人あの地獄に戻るつもりかよ。
恨まれながら。そして今までのような戦闘ではなく、影から管理が必要だ。それが俺の言う火影のあり方だ。バカ、俺はお前を殺してるわけじゃねえ。俺ってば。もういい、その程度じゃ俺はやれんぞ。俺は今この世で最も強い。そして今ここで影に足を踏み入れる第一歩としよう。こりゃやべえな。分散してあったチャクラを一つに融合してやる。うまくな。まるで陸軍のジジイ並みだ。すげえのが出てくるぞ。気抜くな、ナルト。江戸マザーのねえここでスタノンをその入れ物にしてやがる。またその術か。前のその術が自身の弱さの象徴なのさ。そう、それは孤独を紛らわせるための術だ。チャクラをわずかしか持たないお前は今の俺には対抗できない。そしてこれにもな。クラマ、ちょっとためすぎたかもな。やっと俺をやる気になったか。やるぞ。ほどの自然エネルギーが急に。あ！俺はいろいろ背負っちまってる。勝負してお前にちゃんと勝ちてえんだ。俺はお前とも戦いたい。でも今のお前にじゃねえ。それも分かってんだろ、サスケ。インドラの矢、今の俺が放てる最強の術だ。俺は今ここでのもう死ね。チャクラはもうとっくに足の自然エネルギー。ビジュードも昨日で消し飛んでたんだぞ。
加減にしろよ。ナルト！サスケの勝利。サスケ君とナルトは？目が覚めたか。おそらく決着をつけるため最後の戦いをしている。しろ。ダーモーチャクラが練り終わった。これがリンネガンの能力の一つだ。勝利するのは必然。これでやっと俺は。じゃあな、俺唯一の友よ。さなかったな。なんとも。なんとも、なんとも、なんとも。おとなしく切られやがれ。そら無理だ。俺だからよ。やはりな。お前に合わせて練ったチャクラを割りたけ渡す。これを渡せばわしは寝ちまう。この一撃で決める気だ。もう吸収されねえよう術はギリギリまで出す。助け一人救えないのに、なんでそんな強気でいられる。自分が決めたことに。してみせる。俺はな、さあユキ、お前はわしらにとっても唯一だった。ナルト、今度こそ消え去れ。俺との。ヘン！やんのか、落ちこぼれが。これは俺が戦えば二人とも
死ぬ。この感覚ってば。死んだ。多分。お前はキュービー、俺は内派の名によって惨めだ。里から疎まれ、お前は俺を兄弟と呼んだが、そういう意味じゃ確かにそうかもな。そして俺たちは里を、里の連中をだろ。全然ちげえよ。とんめ、絶対死なねって約束してたのに。悪い。砂でのばあちゃん、おかげになるまで。あ、そうだ、無限つくよみ、やべえじゃん。俺らがいなきゃ技術できねえんじゃねえか。死んでもまだ世界の行く末が気になるっていうのか。なんとかするだろう。さくらとかかしがまだ残ってる。だと、いいけど。ナルト。やっと戻ってきたかよ。そんなになってまで。見ての通りだ。お前も俺も。なぜ、俺の邪魔をしたがる。お前の憎しみを受けてやれんのは、俺しかいねえ。そんな俺とのつながりを、なぜそこまでして、俺に関わろうとする。俺を決して切ろうとはしなかった。体が動かねえからって、もう分かってんだろ。いいから答えろ。てめえは一体何がしてんだよ。なんで俺にそこまでこだわる。友達だからだ。友達だからだ。お前は一体、何なんだ。友達だ。お前にとってのそれは、一体何なんだ。お前のそういう、背負って、ごちゃごちゃしてるとこ、俺が、すっげえ、痛くて、そのまま、ほっとけねえんだってばよ。ナルト、お前が昔。今はさすがに、あちこち痛くて、どうにもならないけどな。生き残った内派の俺と同じで、里で皆に阻害されていたが、そんなお前を見て、くだらない奴だと思った。バカなことをしては、他人と関わるためだろう。何度も叱られているお前をずっと見ていると、なぜだか気になるようになった。そしてなぜだか、俺の家族を思い出す。だがそれは、同時に弱さだと思った。俺はその弱さから逃げるように修行をした。なのに、おかげになりたいとほざくお前と一緒に任務をこなし、そしてまた家族がちらつく。そして俺は七班に己の家族の影を見るようになった。お前とも戦いたい。お前の苦しむ姿を見るたび、そう、俺もお前の痛みが分かったとき、初めて仲間と思えた。俺が痛くなったんだ。何でもできるお前が羨ましくって。お前は俺の目標になった。お前見たく、強くかっこよくなりたくて。逆だ。本当は俺が羨ましかったんだ。お前はいつも、まるで。サスケはお前に任せる。花からそのつもりだ。やはりお前に託して正解だった。これは、ナルトの記憶。どんなに強くなろうとも、すべてを背負おうとする。影になったものが、皆に認められるんじゃない。皆から認められたものが火影になるんだ。仲間を忘れるな。兄さん。どうやら俺たちは。くそ、まだ体が動かねえや。また死に損なったようだ。お前ぶん殴ってこんなになって。足りめえだ。何度だって認めてやるよ。俺の負けだ。バカ、そんなんじゃねえ。
ダチが拗ねてっからなあ、ナルト、お前を認めちまった俺がまたお前に盾つくかもわからんぞ。そしたらまた止める。これ以上同じことを言わせんな。お前はそんなことしねえよ。なぜそう言い切れる。お前の方はまだ分かってねえのかよ。意外にバカだったもんな。うるせえよ、うすらトンカチ。